パワー。はい。パワー。え、なんすか。バナナの花言葉。いや、それ花じゃないっす、果実っす。なんかあんの、フルーツ言葉みたいなの。あー、なんかそういうの考えてる人もいるみたいっすけど、どうなんすかね。んだよ、もっとよ、攻めのマーケティング、新しい風取り入れていかねえと。ああ、バナナは風格っす。え、バナナの花言葉は風格っすね。え、あんの。あれっす、バナナも花咲くんで普通に花言葉ありますね。おお。みかんの花言葉は清純、レモンの花言葉は熱意、いちごの花言葉は幸せな家庭とかっすね。まあまあ、果物はだいたい花が咲いた後にできるんで、ほとんど花言葉あるんじゃないですか。いや、俺が言ってんのはフルーツ言葉。あー、もう全然違うわ。花言葉なんだっけ。風格っす。うん、バナナのフルーツ言葉は、はい、風格からのみ？まんまじゃないっすか。みかんは清純だったやつ、レモンは熱意があった人、人って。いちごは幸せだった家庭。ちょ、もうやめてください。